ヘアドライヤーヘアドライヤーは家庭電化製品の一つで濡れた頭髪を乾燥させる機械である。実形式分類名は毛髪乾燥機。手持ち型及び筒型に分類される。ヘアドライヤーで髪を乾かす女性元々は濡れた頭髪を乾かす目的だが湿った頭髪はヘアブラシなどの道具などで形状を固定した状態で乾かすと その形が維持された状態になる性質があるため、不可的な目的として、髪型を簡単に変更するために用いられることも多い。また、頭髪用のコスメチックを使用した上で頭髪を一定のスタイルに整え、固定するためのセットアップにも用いられる。業務用と一般用があり、業務用は比較的一般用に比べて、耐久性が高く、風力も強い傾向がある。 ただし業務仕様では使用時間が一般仕様の日ではないため耐久性が高いことと長年使えることは同義ではない。業務用と一般用は流通経路が異なるため一般消費者が業務用を手に入れることは難しい。また業務用ヘアドライヤーはその強力な風力を出すために一般のものに比べ重たいものが多いが 長時間使用するのに重たいと腕が疲れてしまうことから近年は軽量化され 300g を切った業務用ヘアドライヤーも開発され指示を得ている熱源をモーターとファンにより発生させた風を通して冷やすことで発生する温風を利用するまた高出力のため安全装置がついているヘアドライヤーを主にヘアドライヤーの付属品は吹き出し口先端に取り付けるものが多い 温風を集中して、頭髪のある部分に当てさせる目的で、周波石が一般的に付け属される。また、手持ち型のものには、周波石とは逆に、頭髪全体に風を当てるために拡散器が付属される、こともある。筒型のものには、ブラシ薬師、コテアイロンの役割をするものなどが付属する。ヘアドライヤーの付加機能は、頭髪を熱で乾かすことにより痛める恐れがあると、 言われることから、頭髪を痛めないようにすることを目的とする機能が多い。ヘアドライヤーは、その機能を実現させるための構造そのものは、単純だが、700ワットから1400ワットという高出力であり、電化製品の中では、電子レンジや冷暖房機、電気ケトルと並んで、容量不足の時にブレーカーを落とす現況の一つと、言われるぐらいである。また、 その高出力を要するゆえに、バッテリー駆動が難しいとされ、コードレス化の妨げとなっているが、ガスボンベ式によるコードレスモデルも開発され始めている。2012年7月、東京都は、日本国内の家電メーカー4社のイオン、機能付きドライヤーを調査した結果、一般的な使用方法とは乖離した試験、個人差による効果の違いの検証、イオン機能による効果の3点について、 実証試験の不備を指摘し、商品表示の改善を求めている。用途の類いになるが、水彩画やアクリルが、版画を描く際の乾燥のために常備し、画材の一部として使われることもある。ただし、油彩では、急速乾燥させると画面が割れてしまうため普通は、使用されない。イオン機能付きドライヤーの実証試験について、メーカーに改善要請しました東京都、 ホームページ報道発表資料アクリル絵の具の乾燥時間の理解とコントロールターナー色彩株式会社プレス機不要メディウム剥がしすり版画美術出版株式会社ありがとうございます